長峰秀明さんで、ピエットでリスク処理を書くのは難しいです。ではよろしくお願いいたします。あ、はい、ありがとうございます。すいません、まず最初にこの時間セッション5分ある中で、これを選んでくれた勇敢な精神に対して感謝します。はい、じゃあこういうタイトルで発表します。発表者についてです。長峰秀明って読みます。なんかインターネットネームはあれです。はい、で京都巨大マイコンクラブに所属してます。でそうですね、もう述べることは特にないです。はい、まあ、今日はヤップシーなのでピエットの話をしようと思います。最近 KMC ではピエットっていうプログラミング言語がめっちゃ流行ってて、なんかみんな狂ったようにピエットを書いてるんですね。これは KMC 活動ブログなんですけど、なんかこの勉強会までできちゃったっていうことで、なんか今日はこれを発表しようと思います。はい、今日の目標はなんかとりあえずピエットが楽しくなるように、ピエットにみんなピエット好きになってほしいんでね、発表します。はい、はい、目次です。今日こういうことしゃべります。じゃあまず最初に広告から広告1です。巨大マイコンクラブに入りましょう。なんか入会制限がないです。であと今日入会できます。はい、でまず、まず皆さんのノベルティ等々に入っているユニックスアカウント申請用紙に必要事項を書いて、KMC の人間を捕まえて、そのまま入会手続きをしてもらおう。はい、はい、こう喜びにあふれる KMC 戦の様子です。はい、広告2です。 KMC グッズを買いましょう。はい、こういうのがいっぱいあります。はい、なんかスズリ KMC みたいな感じで検索したら出てきます。はい、広告終わりです。はい、ピエットについてなんとなく知ろうっていうのを始めます。まず、ピエット知ってるっていう人、お、めっちゃいる。いいですね。はい、書いたことがある。おお、すごい。業務に使ってる。はい、リスクを業務で使ってる。あ、いない。あ、なるほど。はい、なんかピエットっていうのはデビッド・モーガンマーさんっていうなんかプログラミング言語作家がいるんですけど、その人が考えた難解プログラミング言語です。で、スタック指向の言語ですね。であと一番特徴的なのは画像がソースコードなんですね。画像がソースコードってこんな感じの。はい、で言語仕様の話です。なんかここはパッと飛ばしていきます。はい、命令です。なんかすごい命令がいっぱいあるんですよ、難解言語のくせに。でね、なんかブレインファックとか8個しかないんですよ。だから単純計算でブレインファックの2倍書きやすいんですね。なんかで、命令はこのさっき画像がソースコードって言ったじゃないですか。この画像のブロック間の色の差で命令を表現します。はい、でなんかいろいろある。とにかく便利。はい、もうとにかく便利。そう、であとなんか特徴的なのはなんかディレクションポインターとコーデルチューザーっていうのがあるんですね。であとDP と CC ってこれから略すんですけど、なんかそういう値を使ってこの画像の上をなんか点がヒューって回ることで表現されるんですね。まあ、このあたりはなんか KMC の現代表にダマさんっていう人がいるんですけど、その人がピエットのエディターを作った話っていうのをスライドシェアで公開しているので、それを見た方が早いです。なんかなんか多分皆さんが今思ってることはなんかこの人言語仕様の話全然しないなっていう。この人は一体何を喋ってるんだっていうのがすごいあると思うんで、ちょっと動作例で説明します。これはなんか最大公約数を求めるプログラムです。でまず最初のプログラムは左上から始まるんですね。あ、24と60をこれに入力した時のことを考えます。プログラムはなんか左上から始まります。でこの色の差がちょうどインプットナンバーになっているので、ここに24が入ります。なんかでこんな感じで、あとディレクションポインターとコーデルチューザーっていうのがあって、今ディレクションポインターが左を向いてるので左に進んでるっていう感じです。はい、でなんかそうこんな感じで進んでいくんですね。なんかこのなんかいろんな命令があるんですけど、であと CC っていうのがあって、あ、コーデルチューザーっていうのはなんか進行方向に対して左のものを選んでくださいっていう意味です。でなんかだからこういう感じで選んで、でまたは適当にクオーってでなんか最終的にこの行き止まりのブロックがあるんですね。なんかそこに一旦入ってしまうとプログラムが終了するっていう感じです。なんかこれはなんか作るのになんか4時間ぐらいかかったんですけどなんかはいはい。では、ピエットの環境の話です。なんかインターネットにいい感じのピエット処理系がいっぱいあるので、なんかそれ書いてまで紹介します。ピエットデブっていうのがあります。
なんかブラウザ上で、JavaScript で動くやつがあります。でなんかエディタとして使うにはなんかのちょっと辛くて、なんか例えばキャンバスサイズを変えようとすると変更が消去されますがそれでもよろしいですかっていうダイアログが出てなんか全部消えちゃうっていうなんかすごい辛いところがあります。はい。でなんかピレットっていうのさっきの、ピレットのエディターを作った話っていうスライドの中に出てくるソフトなんですけど、とにかく便利です。なんか細かい親切がこのいっぱいあってもうエディターとして最高なんですけど、なんか残念なことになんか非公開なんですね。だから入手したい方は KMC に入会してください。はい。であとなんか皆さん C パンって知ってますか？なんかこう C パンっていう便利なソフトがあって、なんか、C パンピエットインタープリターっていうコマンドを叩くとなんかピエットのなんか実行環境が入っちゃうんですね。でコマンドラインから使えて超便利。ただしなんか一個すごい辛いところがあって、インプットナンバーが、整数を読み込んでくれないんですね。どういうことかっていうと、なんかピエットはインプットナンバーとインプットキャラクターってあって、インプットキャラクターはこの入力した文字を読み込んでくれる。でインプットナンバーはこの入力ストリームから整数だけをいい感じに拾ってきて読んでくれるっていうすごい便利なやつなんですけど、インプットナンバーがなんかインプットキャラクターとして働いてるらしいんですね。がかなり辛いっていう感じです。はい。はい。で以上でなんかピエットの以上でなんかピエットについてなんとなく分かったと思うんで、簡単なプログラムを実装しようと思います。はい。CGI アプリケーションまずなんとなくこういう画像を用意します。で次になんかこういうスクリプトを用意します。で、はい、このネタはこれで落ちてるんですけど、ちょっと、多分今すごいハイペースで来たので、なんか、ちょっとあれ、実行しようと思います。あ、そっかそっか。あ、ごめんなさい、やっぱりやりません。そっかそっか。あ、うん、そうですね。ごめんなさい。ちょっともっと時間が余ったらやります。はい。次逆ポーランド電卓っていうなんかこの1、2を逆ポーランド電卓っていうのはなんか1、2プラスっていうのを出力したらなんか3を出力するようなやつですね。でインプットキャラクターで1文字ずつ見ていって、数字だったらスタックに積んで、演算子だったらスタックから2つ取って計算結果を詰め処理をするっていうのをひたすら繰り返すだけですね。あとはこれを実装するだけこれは頑張った後なんですけど、なんかはい、そうですね。はい。で、はい、ここからなんか結構辛くて、はい。でまあなんかとりあえずこの章で作るリスプっていうのはなんかラムダ式と整数を扱うことにします。でなんかリストとかやると、あ、ピエットのこのスタックって整数しか乗らないんですね。なんかリストまで実装しようとするとかなり辛いので、なんかこうリストとか頑張ってこうエンコーディングしてください。素数指数表現とかね。でマクロなしデファインなし、なんかデファインがないので頑張ってラムダ式を使ってください。はい。そうですね。でなんか文法のイメージです。はい。でなんか変数はなんか辛いので1文字にしてまあ1文字の代わりに何でも使えるよみたいな感じにします。はい。こんな感じです。で、はい、プログラム例ですね。こういうの、うん、なんかラムダが気持ち悪いんですけど、すごい多めに見てください。で戦略で、なんか一番左側にある適用から処理していくんで、でなんか適用処理するにはどうすればいいかっていうと、なんかこう一文字ずつ読んでって閉じ括弧を見つけるたびにこのスタックをロールさせて対応する開き括弧を見に戻って、で見たら対応する開き括弧の次の文字を見て、次の文字が何かによって処理を分岐するんです。でなんかで開き括弧じゃないな、あれはレスダンなら関数適用だし、なんかあれのどれかなら整数の計算だねっていうことでそうします。であとスタックの扱いですね。でピエットのスタックって辛いことに一つしかなくて、
でなんか仮想的に2つのスタックを使うんですね。でこの仮想的に使うっていうのはなんか口実します。でそのスタック上には整数しか保存できないので、なんかこう下位2ビットを使ってこの変数の種類を入れて頑張るので、でなんかこんな感じで、あの上位ビット使う派となんか下位ビット使う派がいるんですけど、なんかピエットだと下位ビットを使うと戻がそのまま使えて超便利です。はい、する実装する時の参考にしてください。であと環境ですね。なんか環境辛くて、この後なるほど、はい、わかりました。この後環境のまず設計が辛いよねっていう話と、環境の実装が辛いよねっていう話をするんですけど、あのこれから環境の仕様がまず辛いよねって話をします。でまずなんか環境もなんか整数のスタックなので、なんかこのあんな感じでこの変数名と値のペアをどんどん突っ込んでいくっていうのをやります。で適用を見つけるたびに何かこの環境に突っ込む。ででこの突っ込んだペアがいらなくなる時がありますよね。何か多分ガベージコレクションって言っていいのか分かんないですけど、何かあのそれのためになんか入力する文字列にこの「番」を適当に挿入して、この「番」を再び読み取った時にこの変数と値のペアをポップするみたいなのを、なんか例で分かりやすく書こうと思ったんですけど、すっかり忘れてた。はい。なんか、イメージ的には、なんか、これを今から処理しようとするときに、なんか、ここに番を挿入して、もう一回文字列読み取っていって、ここの番を再び読み取ったら、X の、変数と値のペアをポップするみたいな感じで実装してました。あ、なるほど。もう一回やりますか。はい。なるほど。超便利ですね。はい。でなんか関数の扱いなんですけど、関数はなんかさすがに適当なデータ構造を使うとか大変なので、なんか入力された文字列をそのまま保存してます。でなんか適用されるたびにこの関数の本体を取り出してその置換を行ってます。であとなんかこの関数使うたびにあの変数の束縛が起こるので、その時に環境にペアをバッて保存してます。はい。でなんか変数評価ですね。で環境をなんかこのスタック、環境もスタックなのでこれをロールしながら変数を探してます。でこの時最も上に積まれている変数を選ぶ。でなんかこうもうエラー処理も面倒なので、もう変数がないときはもうお前のことは知りませんと。はい。そういう実装してます。でこの設計はかなり問題があって、ファンクションアーギュメント問題っていうのがあるんですね。でファンクションアーギュメント問題はなんかなんつったらいいかな、一旦外側で関数を定義しますよね。でなんかその関数がまた使われる時に、その環境に同じ変数名があったらそっちの変数名が優先されてしまうっていう問題をこれ抱えてるんですよ。なんかどういうことだっていうと、なんかですね、なんか例えば define y10 で define x ny でなんか let y100 x ってやったら、なんか本当はX1 万は10に評価されてほしいんですけど、なんか100に評価されてしまうみたいな。そう、なんかざっくり言うと、なんかこれがファンクションアーギュメント問題です。で間違ってたら後で指摘してください。はい。でなんかその関数が定義された時の環境も一緒に保存しておけば、
なんとか解決できるんですけど、それさすがにピエットでやると辛いのであの強い人のアドバイスをお待ちしております。はい、でツールです。なんかあの自動生成しますでなんかあのいい感じの、アプリケーションがあります。あの NNA7743 っていうのはあの KMC 部員の方なんですけど、多分今日ここに来られてると思います。あ、はいそうですね、なんかこう中間言語 PS っていうのを自分で定義して、それからピエットのソースを自動生成してでなんかこう命令セットがすごい充実してるんですね。特にこの辺が僕大好きで、あのはいはい、あもう超便利ですね。はい、もういちいち画像を打たなくてもいいんですはい、であとプライムナンバーさんっていうのも、あ、多分今日来てないんですけど、プライムナンバーさんも KMC 部員で、あの PAS をさらにこの向上させた PASXX っていう、プログラミング言語を開発してます。でなんかこうこれはなんかオルト PAS みたいな立ち位置で、あの口述しますって言ってた仮想的に複数のスタックを扱えるっていうやつです。であのなんかイメージとしてはこんな感じ、なんかこのスタックの要素でスタックのサイズ、スタックの要素、スタックのサイズで、一番上に、スタックに積まれてる要素の合計っていうのをやることで、なんか仮想的に複数のスタックを扱います。でなんかこうね、PS より充実してるんですね。何がいい、これいいですね新しい感覚にはい、でスタックもなんかスタック的に積まれて、スタックのスタックが積まれてるので、なんかこれをなんかロールの容量で回転させる、あ、ひー、ごめんなさいこんな感じでトグルを一回やるとこうなります。はい。でそうするとなんかすごい嬉しいですね。はい。で他にもなんかいろいろあります。でなんか実装できたのっていうと、できてません。なんかとにかくバグりまくってるんですね。さっきガベージコレクション的なものがすごいバグりまくってて、なんか環境を片付けるタイミングをすごい間違えてて、変数がどんどん消えてるんですね厳しいですね。はい、あ、はい、なんか具体的にはこういう感じの辛さがあります。なんかもうとにかく厳しいです。あ、なんかとにかく厳しいはい、でも、まあそれでもなんかそれなりに、使えるのにはなってて、なんかこういう感じの文字列だったらちゃんと計算できます。はい、はい、そうですね、ただあラムダ式1個までだったらちゃんとできるんですけど、ラムダ式がネストすると変数が消えまくって悲しいことが起こります。はい、で今後の展望ですけど、とりあえず環境をちゃんと扱えるようにするって、で環境をちゃんと扱えるようにした後ちゃんと画像を作るっていう、ピエットはなんか画像を作るまでがピエットなので、はいであとそう、ピエットオートマトとか PASXX とかの発展もちょっとやろうと思ってて、あのマクロが欲しい、完成が欲しい、とにかく抽象化の仕組みが欲しいっていうそんな感じ。はい、あ、まとめですあ、こんな感じであ、じゃあ、あ、結構時間残ってます。3分、できるかな。あのピレットがどういう風に動いてるかみたいなのをちょっと見せたいので、ですね、ちょっとすいません、なんかあ、あれ、なんか今スクリーンコピーしようとしたんですけど、なんかできないっぽいですねあー厳しいな。あ、すいません、やっぱりなしでなんか質問とかある方いらっしゃいますか。あ、はい、あ、どうぞ。2つくらいが質問があって、はい、そのワイコンビゲーターとかチャッチナンバーとか動かないっていうことですか。そうですね、多分ネストなんかラムダ式の中にラムダ式が入ってる時点で多分結構辛くてもう、チューリング完全とはもう程遠いなっていうなんか日々感じているんですけど、なんだろう、数値と、まあ、文字列しかないのはいいけど、そのそういうものがないと、はい、関数定義とかがなければそういうのがないとやっぱり辛いなっていうか、そうですね、はい、使う側としては本当になんかだからちょっと早く解決したいんですけど、そうですね、まあ、はい、いや辛さは分かります、ね、
でもう一つが、はい、そのさっき の, そのラムダ の, あの歴史からな束縛なんですけど、はい、その EMAX ってもともと動的束縛で、ああそうですね、僕はその EMAX の内部構造あんま詳しくないんで、はい、あれなんですけど、あ、はい、そのあの歴史からのクロージャーを作るときって例えばピエットの今のやつだとその数値と整数しかないから、はい、その関数の内部で使われていないやつをそのままその時点で展開してしまえば解決するんじゃないかっていう気がするんですけど、それは、多分正しくて、はいはい、ああそうですね、あの今どういう実装してるかっていうと、あの、はい、ラムダ式の始まりがありますよね、あのレス算を見るとあのグレーターザン対応するグレーターザンまで全部読み飛ばすっていう処理をしてるんですよ。あ、内部の文字列展開せずにしてて、なんかなんでかっていうと、なんかあの中で評価しようとするとかなりなんか単純な末尾再起にならないですよね。なんかすごい面倒くさい再帰的な処理が必要になるので、はい、なんかああこれ厳しいなって思ってたんですけど、うん、ただそれを言ってやれば、ナメスズ書き換えるとかいうのはダメなんですか？いけそうですね。うん、なるほど。あいいですね。確かに。まあ単純に文字列で入らないけど、はい、そこはどうにかする。どうですかね。あとそのまあその内部で使われてないやつはそれで解決すると思うんですけど、使われてるやつはちゃんとアルファ変換をやったらいいんじゃないんでしょうか。うん、そのラムダ式に呼び出された時に、はい、環境を全部見て、その元々置換されてたやつは、はい、もはや置換されているはずだから、そのあるはずなんですね。で、あ、はい、そのもしバッティングが起こっていたら、そのラムダの中で使われてるやつと、はい、常に環境にあるやつでバッティングが起きてたら、アルファ変換をして、はい、あっていう処理を挟めば起きるんじゃないかと思います、ね。ああ、なるほど。なんか例えばなんか環境を読みながら、使われてる変数より1個大きい値にする、使われてる最大の変数より1個大きい値にするとか。ああ、なるほど。いいですね。あ、ありがとうございます。あとこれって、はい、そのラムダの呼び出しで末尾再起とかってどういうふうに実装する予定？ですね、あ、それ多分、デファインがそもそもないので辛いですよね。なんか多分なんか不動点コンビネーターでどうするのかなっていうのが、はい、多分デファインは今のところ全く実装する予定なくて、あ、そうなんですね。はい、なんかこう Y コンビネーターで頑張ってくださいって。まあ、Y コンビネーターで頑張ったらもはや性能も何もない。まあ、そうですね、確かに。そうですね。あ、でも今のところデファインを実装する予定はないですね。はい、かなり辛くなりそう。あ、ありがとうございます。他にいらっしゃいますか？ちなみにこの結局作られたそのリスクのインタープリターっていうのは、あのそのガソースコードというかソースイメージというか、そういうのを見せていただければですね。GitHub に置いてて、ですね、ちょっと待ってください。これエスケープしないとな。なんかこういうリポジトリがあってですね。あ、全然。あ、これです。あ、なんかここにはなんかあの、あ、あ、辛そうですね。あ、ここにはあのプレゼンの中で出てきたあの画像ファイルと、あとリスプ.pasxx が置かれてます。はい。
あ、なんか映らなさそうなので各自参照してください。ありがとうございます。はい、あともう一ついいですか。はい、ちなみに昔なんかユピートのインタプリターを書こうなと思ってやったことなんですけども、はい、あれじゃないですか、そのピートの仕様とか見てその際じゃないですか、その最初の解説とか見てハイローワールドの画像とか実行して分野をするってあれですか、ピートインタプリターのバグ前提で分かれたりしてそもそも動かないじゃないですか。はい、なので今すぐなんだろう、ピートを始めてゲッティングサーペントするには多分おすすめの処理系とかってありますか。おすすめの処理系、それは本当にピレットなんですけど、それ使うためにはもう刑務所に入会してくださいってしか言って、どうなんかな、僕はピレットか、なんかインタープリタ用としてピレットデブ使ってるんですよ。で、僕はピレットデブのバグにはあんまり詳しくないんですけど、はい、どっちか使ってるんで、なんか KMC に入会しないっていうならピエットデブかなっていう感じになりました。なるほど、分かりました。ありがとうございます。はい、では最後の一人質問ということで、あ、じゃあ、はい、ですね、今後の展望の中に、はい、より小さい面積でプログラムを出力するという話がありましたけれども、はい、あれっていうのは例えばすごいなんかなんでしょうね、そのアルゴリズム通りに内部に実装したピエットの画像っていうのと、その例えばピエットを何年も書いてきて得られた知見からこうすごい頑張って小さくしたソースコードっていうのはもう優位に差が出るくらい大きさが変わるものなんですか。僕はピエットオートマットのコントリビューターじゃないのであんまなんか勝手なこと言えないんですけど、あれはなんか命令ごとにモジュールっていうんですか、なんかある大きさの正方形のモジュールを部品として用意してて、例えばプッシュ N が来たらこれを積むとか、スワップが来たらこれを積むとかってしてるんですね。だからリポジトリ見てもらったら分かると思うんですけど、黒い部分が多くて結構 まだ節約できるんじゃないかっていう状態なんですね。でだから、それと比較すると結構有利に差が出ると思います。で難しいのはピエットはなんか隣接してたらなんか見境なくこのプログラムと解釈して通ってしまうので、なんか間違ってこの予想していないコードパスを通らないようないい感じの実装をする人があるんですよ。はい、なんかそこが結構辛いところですね。はい、答えになってますでしょうか。はい、それでは質問もまだあるかと思いますけども、お時間ですので、ここで終了させていただきたいと思います。ありがとうございました。